今日ねちょっと V6 の木をね見に来ましたよ、このベンダーとともに。こんな感じで、その奥に見えるやつがオリーブの木ですね。こんな感じです。すごい見晴らしがいい感じです。こんな感じで江戸川が見えます。これね、ぜひ皆さんも来てください。樹齢300年らしいんで。こんな感じ。はい、失礼します。はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日は旧江戸川の H に来ました。久しぶりに H に来ました。で、日付の方が見えるかな、28日の12時19分と。これから下げてくるんでね、下げ狙いでちょっと合わせて、今日は来てみました。で、今見てもらったと思うんですけど、 V6 の木をちょっと見てきました。初めて見てきてね、まあ、ちょっとちょこちょこっと上に登ればすぐ見れるんでいいんじゃないかと思います。まあ、親子連れの子とか、あとは女性のね、多分ファンと思われる方が何人かね、この平日でしたけどもいらっしゃいました。はい、ではやっていきたいと思います。で、垂直なんですけど、これ水深が今ですね、結構満潮で1メートルちょっとあるんですけど、結構ああやって岩がところどころ見えてるんですよ。いい感じに見えてるんですよ。もしね、シーバス君とかが休んでる人とかがいないかなっていう感じ、クロダイも含めて。で、あちらにクロダイさんが1名いらっしゃいますが、多分チニングというかね、池江じゃなくてルアール狙ってる方かと思われます。で、シーバスマンの方はここから見える範囲では0名という感じで、今今日は7553で来たんで、アゼルバイジャン君じゃないですよ7553で来て、ずっとポニーランドの前から入ってきたんですけども、ツルビスさんは餌の人も含めてゼロでした。はい、では水温の方をね見ていきたいと思います。変更をちゃんとしてきてるし、網もちゃんと持ってきてるんですが、こうやってね、こうちゃんと釣り糸のじゃなくて水温計のね糸が結構下まで見えてるんで、透明度は昨日より全然マシですね。はい、ベンダーバールで釣れました。見ていきましょう。お、10.5 度あります。 10.5 度、昨日より結構上がりましたね。今はちょっと満潮で海の水が入ってきてるからかもしれないですが、でもこう紐を触るとやっぱちょっと冷たいですね。濡れてるから、濡れてるその水の温度を触ると冷たいです、かなり。はい、よいしょ、あれ入っちゃった。水温計大事に扱わないとすぐ壊れちゃうから。今日はね、あれね、ジョルティと、大会でもらったシーバス大会でもらったアユクローンを持ってきたんで、それをねちょっと漂わしてみたいところと、あとこれですね、フィッシュアローのこのソフトベイト、これとこれですね。今日全般的に柔らかいやつを使ってみたいなと思っております。ナチュラルにね誘っていきたいところ。あら、はい、鉄腕スナップだよ。鉄腕スナップでやっていきたいと思います。さすがに今日はね、時間がいつもと変な時間帯だからあれ出ないかなと思ったんですけどね、一応持ってきてありますけどね。あれは何でしたっけ、ロッドベルト。あ、で、これちょっと質問あったんですけど、マイクロ、キャッチバー回スーパーマイクロ300なんですが、ここでやっぱ止まるんですかって言われたんですよ。ここでこうやってピッとこの上で止まるんで、こうやってね手前のやつをすくう時とかこうやってやりやすい感じですね。だいたい40センチ30センチぐらい、30センチぐらいですかね、伸びて止まるんですよ。でこうスッとこう入れやすい感じです。まあ、こうやってやるけどちょっと足りないなっていう時にちょっとこうここ持って足でこうやってクッと押してあげると、まあ、出ると。あれ行っちゃった。押さえてクッと押してあげれば出てすくえるって感じですね。ちょっと慣れが必要っぽいですけどね。はい、そんな感じです。普段はここからこうこれごとすっぽり出して使っていきますが、3メートルでも
この潮位なら全然届きます。この潮位なら届く。ただ一回ボラーパターンの時にね、ちょっとこのサイズでちょっと苦戦したことがあるんですけども、まあ今日は自転車だったんで携帯性を優先してこれで来ちゃいました。よし、じゃあ早速、お待たせしました、やっていきたいと思います。でも水深がねそんなめちゃめちゃ深いわけじゃないんで、よっからしょって感じでいきます。で、デジ巻きってやつで試していきます。ジョイクロのつもりで。P は2号のリーダーが22ポンドですね。全然ダメなんじゃないの、ひょっとして。え、動かないんじゃないの。なんか尻尾拾っちゃったか。ここにフック刺してみようかな。この方がいいかな。ちょっと終わっつらいのでな。これで。どうだろう、微妙だな。見えますかね。動いてるけど、ちょっとこれフック外した方がいいのダメだな。ちゃんとした動きを得られてない気がする。かわいそう。それで、これならまあ動くけど、ジョイクロみたいにデジ巻きには対応しないかな。まあ沈めればなんとかなりそうな感じですね。ではちょっと一番 H の方から行ってみるか。まだね、下げがそんなに効いてないんですよね、思ったより。だから最初にこっちちょいあるうちに入って、このルアーを試してみてね、上がらないように試してみて、そして、団地前の方行ってジョルティを昨日と同じようにやってみようかなっていう作戦ですね。今日はベイトフィッシュもシーバスも見えないですけど、やっていきます。あ、もう完璧水面直下ですね、これ。下からぬーんと出てきてくんないだろうな、さすがに。これはちょっと早めにやめるかもしれない。これはオフがいけないのか、このルアーがいけないのかちょっと分かんないですけど、ちょっとね、どうだろう。まあデッドスローで巻いてると本当に綺麗にこううね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 となるんですけど、ああでも沈めてあげればなんとか動きますね。あの不規則な S 字をうねうねとします。弱ったような感じで。そうですね、あ、いい感じ、いい感じ。これ上にあのマーカーがあるのは非常にありがたいですね、実践向きですね。これベンダーバールでも全然投げれますね。ちょっとよっこらしょって、あのペンデラム気味じゃないとあれです、厳しいかもですけど投げれます。今日はね、もしかしたら夜やれるかなっていう感じなんで、夜やれたら夜やりたいと思います。どうしようかなって感じです。風が吹かなければ、強烈な風が出なければ
やろうかなって感じですね。はい、反応がなければすぐ行きます。次行きます。どっかシーバス沈んでないかな。すいませんね、ちょっと鼻水がね。ちょっとだけ変更の恩恵感じます。どうしようかな、サイトマスターにしようかな今度から。でもこのメガネはね、やっぱあの曲線が少ないんでね、頭痛が少ないんですよね、使ってて。変になんかあのオークレみたいにスポーツタイプだと、僕らあの湾曲が強いとちょっとね頭痛しやすいですね、長時間使ってると。だからね、ライオとか遠征行くときは、本当にかなり変更が必要なんです。ライオの場合は特に初期の頃に行くとね、サイトフィッシングになるんで。だからいい変更とか持っていくんですが、サイトマスター持っていくんですけど、ちょっとね痛くなる時があるんで、ロキソニンなんかも、ね、一緒に持ってきますね、頭痛薬。チニングじゃないのかな、ちょっとハゼかもしれないな、鼻ずりかもしれないですね。でもパッと見格好はフライフィッシャーマンみたいな感じで渋いですね、かっこいいですね。一瞬シーバスマンの方かと思ったんですけど違いました。さあ次行きましょう。次行った頃にはもう終わりかもしれないですけど、この日中の H、太陽がめちゃくちゃ上がって、もしかしたら一段上がってるじゃないですか、こう棚が。そこにこうベイトがいてくれたら、それを食べにシーバスくんなり黒大くんなりがこう上がってきて、あー、いる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 、そこにいる、いるいるいる、ボラかなあれ。あ、シーバスだ、シーバスだ、丸太かもしれないけど。あ、2匹も3匹もいる、でかっ。あー、でもあれは丸太かな、あんなに群れているわけないのかな。出会い頭でちょっとルアーを見せます。そこにシバスがスーッと右上がりに入っていって、左に上がっていってます。シバスで会ってくれ。まあ興味は示さないわな。60センチぐらい、55から60ぐらいの魚が2、3匹いましたね。岩の陰に入っちゃうと見えなくなっちゃうんですね。多分映んなかったかな。でも僕に来てた時点でもう空気はないでしょうね、残念。まあまた見るでしょう、そのうち歩いてれば。やっぱこういう時は変更の恩恵をかなり感じますね。結構だから僕魚見つけるのうまいんですよ。ライギョでめちゃくちゃ修行させられたの、させられたっていうか、あ、痛い痛い痛い、あ、やっぱボラだ、あれはボラだ、ダメだ、あんなトドトド修行させられたので、したので結構ね見つけるのうまいんですよ魚は。嫌味なぐらい見つけますよ。じゃあ行きます。ここの後ろを打って終わりですかね。よし、やべ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 っと、危ね、沈めて。これ2匹もらったんでね、大会の景品で。1個ロストしても怖くない。おお、もうね弱ってひらひらって感じになってる。もう演出がこれですね、行きますよ。こうやってで、ここまで早く巻かないにしても、こうこのやって引っ張って引っ張ってきた時にね、ついてきたらなんか嬉しいですよね。あのビッグベイトの釣りのような感じで。はい、ということでですね、今日は
寂しいですね。浦安側も誰もいないですよ、本当に。こんなに天気がいいのに。まあ、平日っていうのもありますけどね。はい。ということで、今日は終わりたいと思います。今日は、ベンダーバール 89M で、アユクロンを投げて、H でやりました。で、まあ、シーバスっぽいの一匹いたんですけど、多分ボラかもしれないですけど、60ぐらいのボラと、まあ、久しぶりに、ね、魚が大きいのがちゃんと見れたからちょっと嬉しかったです。でこの先下りながらもうちょっとやっていって、でまたなんかこのシャローを攻めれるようなルアーないかなと考えながら、楽しみながら、もうちょっとやってみたいと思います。はい、ではまた釣れたらね、この後に、付属させていただきたいと思います。多分ないと思います。ではまた明日、失礼します。今日はいい天気です。気持ちがいい。チャリンコできたのは本当それだからです。気持ちいいから。はい、失礼します。